よし、おはようございます。いや今日はもっとあるんじゃないです、うん、200キロも走ってないかな、150キロぐらいかな。徳山ダムの向こうに展望台があるんでそこ行ったり、あと三国山の展望台に行ったりぐらいはしたんですけど、じゃあ行きますか。おはようございます、アーロンバックスです。8月27日土曜日、現在の時刻は8時ぐらいですね。今日はタツさんをお誘いして、鈴鹿スカイラインの方へ向かいたいと思います。まあ、スカイラインから、ダム2つぐらい見て、昼飯食べて、永源寺ダムを抜けて丹羽田山を通って帰ってくる、そんなルートになっております。若干天気がなんとなく危ういんですが、まあ、多分鈴鹿の方は雨降らないかなということで今日出てきました。というわけで行ってきます。斜め右方向です。目的地に到着しました。お疲れ様でした。到着。東海国道車道の方で事故があってさ、ちょっと待ってね、油断だ。370キロぐらい走ってた。いや、パワーありすぎて、うん、あれモード切り替えできますよね。これはほんとちょうどいいぐらいのパワー。あ、ほんと。どこはこのゼルセブンが走っててなんかしとったんだけどね。やっぱりいいね。今の道の駅で忍者400乗りの方としばし談笑しておりました。徳山ダムの方に行かれるっちゅうことでした。霧が出とるかもしれんね。真っ白で何にも見えんかったりするかもしれん。はい、鈴鹿スカイラインへつながる道ですね。は左側です。お疲れ様でした。本当タイヤ変えた。あ、変えたの？自分で30年ぶりぐらいに変えた。あ、そう。タイヤレバーで、うん、本当あれは長いやつ持ってたんで、うん、ああ、うん、こんな短いヘラみたいな、あの自転車のリム変えるようなやつでしょう。あれではきついでしょ。変えてきたら楽だ。うん。お二人あのタイヤが柔らかいもんで、ああ、こういうのはちょっと、ああ、こっちはね、前はまだなんとかなるかもしれんけど、まあでも絶対リムに傷入るもんで。それはそうやね。結構しょっちゅう帰るもんで、うん、そうだよね、うん、それを思い出して、あ、そうなんだ。でブレーキオイル変えて、いろいろやりだすと、あ、フォークブーツも変えようと思って買ったんやけど、抜くのめんどくさい。割れたやつ売ってないの？あれあるけど、あんま結構高い。高いの？うん、あれ一応買ったんやけど、
まあ、フォーク抜くのやりたくないもんね、あんまり。キャリパーとか全部赤なもんで。ああ、そっか。ああ、そうだね。抜けへんもんな。冬の間に変えたろうか。うん。いろいろこうやって決まってる。うん。俺、これはここのフォークだけ出したけど、これ、うん、後ろ18ミリ下げとるもんで、それに合わせて18ミリ前も下げたんだけど、うん、でもやっぱり重心下がるもんで、カーブはちょっと曲がりにくくなるかな。だから、でもまあ完全にベタ足になったけどね。まあ立つさんやったら多分ノーマルでもベタ足じゃないかな。俺足短いもんで。背変わらんでしょ。今77かな。でしょ。僕8切れたんじゃないかな。ちょっと縮め始めたで。この線が邪魔だな、さすがに。よいしょ、そうそうそう。昔はこっちの方がずっと開けてたんで、うん、名古屋が見えたんですよ。うん、そうそうそう、あの有料だった頃ね、20代30代ぐらいの時かな、僕が。そうそう、うん。あれってロープウェイのあれでは、あ、違う違う、ロープウェイこっちの下だもんで、うん、あのスタートしてすぐに左側に曲がる綺麗な道あったじゃないですか。あれを曲がってもう一回右に曲がるとロープウェイなんですけど、うん、そう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 、あの湯野山温泉が。がかなりバンピーですね。まあ、こういう橋があるとこはバンピーですけど、橋がなくても、上から5つか6つぐらいはなんか途中で道路が下がってたり上がってたりするんで、走られる方は気をつけてください。ちょっとさっきのダムは工事の関係で規制されてたんで止まらなかったんですけど、もうちょっと先に青戸ダムっていうのがあるんで、そこは寄ってみようかなと思います。目的地は右側です。お疲れ様でした。あ、こういう風になってるんだ。そうか、通過しちゃうな。
ダムでした。ここはなんか水の、取水口っていうのかな、ちょっと名前が分かんないですけど、水が落ちる場所がちょっと変わった形状をしていて、ここまで来たの初めてなんで初見なんですけど、今日のルート探してる時にたまたま見つけて、ちょっと変わった形状なんで来てみたいなと思って泊まってみたんですけど、なんか水の落ち口が、全部で4つあって、今日は低い方のところから水が落ちておりました。まあ、豪雨が続いたりした時は全部開放するのか、下を閉めて上だけ使うことがあるのか、ちょっと細かいことはよくわかんないですけど、ちょっと変わった感じなんで、気が向いたら来てみてください。で、今から魚市場になるんだよね、多分がこの先にあるんで、そちらで食事をしたいと思います。豚畑が出てまいりました。そうか、ここら辺お茶も有名なんだよね、確か。もうちょっと南の方が多分お茶が多いとは思うんですけど。うわ、全面お茶畑だ。あ、こんな道だったんだ。あ、でもなんか通ったことあるな、ここ。通ったことないかと思ったら、あ、もうじじい。400メートル先、右方向です。立ちこけさせられるとこやわ。めっちゃショートカットして曲がってくるんやもん。なんかやばい気がしたで、早めに止まってよかった。あいつが逆にしてくる多分ね。分かってない、全然分かってないでしょ多分。